はい。元限界集落から地域おこしチャンネルの多田智義です。今回も前回の続きでですね、変化が早く先に不透明な時代に農村で安心して生きていくための方法というテーマについてお話をしていきたいと思います。で、今回これから世の中がどうなるのか不安を持ちつつ、田舎暮らしもありだなというふうに考えている人にぜひ聞いていただきたい内容になっています。で、この動画を視聴することで、まあ、時代の変化に合わせて生きていくことが大事だということが分かって、で、今後どう生きていくと安心した生活ができるのかについて、まあ、自分の頭で考えられるようになってくる。こういった情報をお届けしてみたいと思います。で、これはですね、前回の続きになっています。で、今回はどのように生きていくと安心を得られるのかというテーマでお話をしたいと思います。まずですね、やっぱり外部環境の変化に適応できるようにしておくということがまあ大事になってきます。で、これは前回の動画でお話ししたことなんですけれども、世の中というのはまあ変化するのが当たり前だという前提を持つと。これがまあまずは大事になってきます。その上で、世界をですね、まあ、俯瞰して多角的な情報を集める。で、この時一時情報ということで、誰かが言ってる情報とか、まあ、ニュースでこう、編集された情報ではなくてですね、ちゃんと元データを取ってくると、よりいいでしょうということですね。で、常識で考えて思考停止するんじゃなくて、自分の頭で判断していきましょうということなんですが、この二つ目と三つ目ですね。まあ、その、多角的な情報を集めるっていうのと、まあ、自分の頭で判断するという部分について、ちょっとわかりやすい実例を挙げてご紹介したいと思います。まずですね、これ、まあ、日本の人口推計ですが、これは内閣府のホームページ、まあ、日本の人口推計とかですね、検索すれば誰でも見れる情報になっています。で、これはもう誰でも知ってるような内容なんで、あまり詳しく説明しませんが、まあ、日本は人口がまあどんどん減ってきて、2050年には1億人を切るというふうに予想されているわけですね。で、一方で世界の人口というのは、まあ、どんどん増えて、言っておりまして、右肩上がりで2050年にはまあ90億人を超えるというふうに言われてます。これも、出どころは国連のですね、ホームページから、出てる、ものになってきたりしてます。で、途上国における、所得と、食料需要の推移ということで、これは農林水産省のホームページに、載ってますが、中国もインドも GDP がこう上がっていくにつれて食べ物が贅沢になっていきますよというですね、データですね。あとですね、これはうちの集落にある米一俵の価格変動してことで、これは、天明元年から昭和56年までのですね、まあ、200年近くのですね、お米の一俵あたりいくらだったっていうのがですね、全部載ってるですね、まあ表になってるわけですね。で、この表を見ると、その幕末の10年間ですね、江戸時代から明治時代に変わるときに一気に米の値段が上がってまして、10倍になってるとかですね。あと第二次世界大戦の終わる直前からですね、終わった直後、そしてその10年間で、米の値段が200倍、ぐらいになってると、言った事実がわかるわけです。で、これはちょっと余談ですが、まあ、この間を調べるとですね、明治維新と終戦で77年、終戦から東京オリンピックが75年というふうに言ってまして、まあ、有識者の中にはですね、70、80年サイクルでその時代が変わるというふうに言ってるような人もいますが、まさに私もまあ東京オリンピック終わったあたりからまた変わってくるかなと思ったら、今コロナウイルスでもうその始まる前に そもそもオリンピックできるかどうかみたいな話もありますが、まあ、非常に激変の時代というかですね、タイミングが、まさに来ていると、言ったことが、あるっていうことですね。まあ、今までのそういう、まあ、客観的な一時情報をもとにですね、将来、常識的に言われていることだけではなくて、自分の頭で判断すると言ったところについて、ちょっとですね、やり方というかですね、考え方。これは私が考えている考え方ですんで、必ずこうなるとかですね、そういうわけではないですけれども、まあ一つの意見ということでですね、まあちょっと私はこう考えてますよというのをお話ししたいと思いますが、まあデータを見るとですね、まあ日本の人口減ります。一方で世界の人口は増えます。で、途上国だったところが、まあ所得が上がっていて、食べ物がどんどん贅沢になってますよと。で、あと日本でも米の値段が一気に上がったタイミングがこれまであったということですね。これ事実です。で、じゃあ予想されることとしては、今後、世界中で食料需要っていうのはどんどん増えるでしょう。で、一方で日本の経済力は、まあ、落ちていくんじゃないかと。で、途上国の原料というのは、まあ、安いままでは続かないだろうと。
で、世界中、国内で、将来ですね、食料が安く手に入るという保証が持てないんじゃないか、といったことが、まあ、予想されるんじゃないかと思うわけですね。そしたら必要なこととして、どう考えるかというと、まあ、自分はやっぱ食べ物は自分で確保できるようにしないと、みたいなんですね。まあ、そういったことを考えるわけです。まあ、だから実は私10年前に、都会でですね、まあ、東京で、まあ、会社員やってましたけれども、池谷集落の方に移り住んで、米作ったり野菜作ったりですね、やってるわけですね。で、もう一個、ちょっと例を挙げますと、これ空き家件数がどんどん増えてます、というものですね。これもまあ、ホームページ、これ総務省の統計局のデータで、誰でも調べられるものですが、全国の空き家の戸数が増えていってるのと、いうことと、あとですね、東京とも空き家の戸数は増えてまして、だいたいペースがですね、その全国の総数と、同じぐらいのペースで、増えてるんですね。で、ちなみにやっぱ東京って人口が一番多いので、空き家の件数も一番多いわけです。それにもかかわらず、実は東京は、今、土地の値段が上がってるわけですね。空き家が増えてるのに土地の値段が上がってると。まあ、これは、実はリーマンショックが終わってからしばらく下がってたんですけど、東京オリンピックを誘致するということが決まった、年以降ですね、また上がってるわけですね。で、全国と東京の人口の推移ということで、まあ、全国的にはもう人口減ってますけど、東京はまだ増えてます。ただ、東京も、これ、都庁がですね、出している計画書の中でですね、東京もこれから人口が減っていきますよ、という、まあ、統計、まあ、予測が出てるわけですね。つまりですね、まあ、これらのデータを総合的に見たら、まあ、空き家の戸数は右肩上がりで増えてます。で、これは田舎だけではなくて、東京も全国と同じペースで増えてます。で、実は東京の空き家は一番多いと。で、東京の地価というのが、オリンピック誘致をしてからですね、右肩上がりになってるということですね。で、今後東京もでも人口は減っていきますよ、ということですね。これも客観的なデータですね。で、これから予想されることとしては、東京の地価っていうのはもしかしたらオリンピックバブルじゃないか、というですね。まあ、これ、いろんな人が言ってます。で、東京の人口が減って、需要が減ったら、まあ、そういう地価が下がるかもしれないな、ということも、まあ、予想されるわけですね。やっぱり物の値段で需要と供給のバランスでできますので、こうなることは予想されるわけですね。東京で住宅ローン組んでも、まあ、かつてだったら、こう、土地神話とかって言っても、土地が、ま、右肩上がり。で、上がっていく。まあ、バブルはそういうので発生したわけですが、そういう住宅ローン組んでも、やっぱり資産価値が上がるから、得ですよ、みたいなですね。まあ、そういう論調で多くの人がですね、住宅ローンを組んで、買っているわけですけれども、今後もしかしたら資産価値が下がる部分、まあ、東京の中でも超一等地は多分ずっと上がり続けるかもしれませんが、まあ、場所によっては下がるところも出てくると思うわけですね。そうすると、やっぱ高い住宅ローンは組まない方がいいんじゃないか、みたいな考え方ができると。思うわけですね。なので私も都会に住んでた時に、まあ、その時30超えてましたけど、まあ、東京で家買おうなんてのは、まあ、全然思ってはなかったわけですが、まあ、今となっては気軽に動けるっていうこともあってですね、良かったなと思ってるわけですね。で、まあ、ここまで外部環境の変化に対応できるように、しておくっていうのは、まあ、一つ重要なことですね。今言ったみたいにそのローンとか組まなければ、非常に身軽なので、何か大変なことが起こった時にすぐにこう、やっぱりこう方向転換ができるというかですね、動きやすい、身動き取りやすい。これもですね、やっぱ外部環境が変化した時にすぐに対応できるというですね、意味では非常に大事なことじゃないかなと思うわけですね。で、もう一つですね、外部環境の変化に影響を受けにくいという状態を作るっていうのも、これ結構重要だというふうに思います。で、例えば生活に必要なものをまあ調達できるとかですね。で、まあ私も自給自足を目指した生活ということで、まあ米も野菜も作ってますし、まあ販売もしてますけど、あと薪もですね、薪ストーブなんか使ってこう燃料としてですね、まあ確保してますね。まあ当然、灯油使ってる部分も部分的にはありますけれども、まあ大部分薪でやってますね。で、あと、薪ストーブでさえですね、米と物々交換をしてですね、手に入れたりとかですね、そういった形で、まあ、生活に必要なものはできるだけ、まあ、とは言っても、普通に車も乗ってますし、全部のものを、ね、物々交換で手に入れられるとか、自分で作ってるとかですね。そういったことではないんですけれども、まあ、その範囲、まあ、要するにその割合ですね。自分でなんか調達できる割合を増やすことで、だいぶですね、環境が変化してもなんとかできると。まあ、お米もですね、実は、
そのスーパーでですね、ちょっと品薄になってる部分があったりするようで、私たちお米もスーパーにこう出したりしてるんですけれども、これがですね、結構注文が増えたりとかですね、あと個人のお客さんからの注文のペースが上がったりとか、まあそういったですね、ことも、まああったりするわけですね。で、あと、次にですね、お互いが顔の見える、関係で助け合えるですね、まあそういったコミュニティを持つ、これは結構大事だというふうに思ってます。これ安心感を持つにはすごい大事ですね。で、まあ、私たち、まあ、集落、まあ、やっぱり田舎の方が基本的には隣近所さんとか顔が見えてますし、集落の外でもですね、やっぱ消防団に入ってたりとかで、まあ、その知り合いが、いるとか、そういう、まあ、なんていうか、会社での利害関係だけじゃない、つながりですね。まあ、時にはそれが煩わしいと思う人もいるかもしれませんが、まあ、こういう助け合いができるコミュニティってすごい大事だなというふうに思うわけですね。特に非常時ほどそうですね。で、最後です。仕事のポートフォリオを組むと。いうことですね。これ、ポートフォリオってどういうことかと言いますと、まあ、株とか、資産運用とか資産形成とかでよく使われる言葉ですけれども、やっぱりその、株も、ハイリスクだけど上がりやすい株とか、金融商品でも、まあ、ハイリスクだけど、利回りがいいものと。あとは、ローリスクで、利回りは悪いけど、しっかり元本が保証されてますとか、そういったものをこう組み合わせをすることで、資産を増やしていきましょうという、まあ、考え方があるわけですが、これを資産を増やすっていうところ、だけじゃなくてですね、そもそも日々の収入に関してもそういう考えを持つっていうのは結構大事かなと思うわけですね。ということで、まあ、複数の収入源を作ると。で、あと、その中でも複数の収入源を作っておくことで、例えば、そのね、自分がやってる仕事、まあ、今回だったらそのコロナウイルスでインバウンドが、ね、激減したことで、まあ、そういうことしかやってない人っていうのは相当の打撃を受けるわけですね。まあ、倒産するところも出るわけです。複数持ってると、まだそこは被害が抑えられる。その複数の中にぜひ組み込んでいただきたいなと思うのが、生活必需品を自ら作る仕事ですね。例えば私なんかで言うとお米を作ってますとかですね。まあ、そういったものですね。で、あともう一個、どの時代でも普遍的になくならない、分野の仕事。これ実はですね、前回の動画で、ご紹介した、その、破壊という、まあ、本があるわけですけれども、そちらの、まあ、本にもですね、散々最先端のテクノロジーのこと書いててですね、後書きにはですね、世の中でなくならない仕事がある。それはスナックだとかでですね、言って書いてあったりするんですが、実際ですね、私も地元でですね、商工会議所の青年部とか入ってるわけですが、やっぱり、必ず飲み会、二次会はですね、スナックを利用したりして、そしたらですね、また別の、知り合いの人がたまたま、お客さんで来てたとかですね、意外とスナックってこういう、まあ、言ったらこう、人の少ない田舎でもですね、流行ってたりするんですが、やっぱりこうやって人の心とか、そういった、まあ、要するに、人に触れる部分ですね。そういった部分の仕事っていうのは、やっぱり昔から、ずっと続いているものっていうのがありますんで、まあそういう分野をですね、ご自身で調べてみて、自分の仕事として、一つですね、チョイスするっていうのは、なかなかいい選択ではないかなと思うわけですね。その上で、その分野によっては、お米作りに関して言うと、あまり実は、生活必需品ではあるんですけど、収益としては非常に高くない部分がありますので、まあその掛け持ちをするんであれば、そういう高収益を狙える分野とかをですね、やっていくと、いいんじゃないかなと思うわけですね。で、私なんかで言うと、まあちょっとコロナウイルスのせいで被害を受けた部分もあるんですが、そういう研修を受け入れるとかですね、まあこういう、仕事なんかは、まあ比較的ですね、まあ言ったらその元で、要は原材料費とかかからないので、まあ収益としては高いというですね、まあそういった部分になるんですが、そういう、いくつかの仕事をこう組み合わせて、ポートフォリオを組むというですね、まあこういった考え方っていうのは非常にですね、有効であるということですね。はい。なので、まあ、今回ですね、まあ、そういった意味で、どのように生きていくと安心感を得られていくかということについて、ちょっと整理してお話をしました。まあ、大きくは外部環境の変化に適応ができるようにする、ということと、外部環境の変化に影響を受けにくい、そういった状況を作るということが非常に大事であるというお話でした。で、まあ、これ一言で言いますと、まあ、時代を読んで、そういう時代に適応しながらも、コミュニティの仲間と助け合いながら、まあ、自分の人生を、設計する。まあ、ということが安心につながると。まあ、自分の人生を自分が主導権をですね、持ってですね、作っていきましょうと。まあ、こういったお話でありました。
で、じゃあ、ここまで、抽象的だけど、まあ、ちょっとわかるなって言った、ところをお話ししたんですが、まあ、次回はですね、じゃあ、農村では実はそういったのがすごいやりやすいですよという農村の可能性についてお話をしていきたいと思いますんで、ぜひですね、こちらの動画を見て、なかなか面白かったなと思ったらですね、次回の動画も楽しみにしていただければと思います。それでは、最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございました。